被告人空条、あなたは司法取引の内容すべてを自分の意思で認めますね。はい、認めます。では当法廷は被告ジョリーン空条が罪をすべて認め、また計画性のない犯行であることから情状酌量の余地を考慮に入れたいと思います。しかしながら、まだ息のある被害者を沼地に捨て改めて殺害するという行為を当法廷は許すことはできません。息のある被害者、何のことねえ、あのじいさん何言ってんの。改めて殺害。I believe that until proven guilty, every man, woman, and child in this country is innocent. 当法廷は被告ジョリーン空条を15年間州立グリーンドルフィンストリート銃警備刑務所にて収容するものと確定する。以上。何、ちょっと待って、15年、何を今のねえ。Oh, hello. I was just working on a multi-million dollar lawsuit for one of my clients. Better call Saul.